加藤茶3月1日隊は日本のコメディアン、ミュージシャン、司会者、俳優、ザ・ドリフターズのメンバーとしてテレビ、映画に多数出演。1960年代後半から70年代前半にかけて子供たちの間で人気者となる。ドリフの活動を縮小後は加藤健や小武茶バンドでも活躍した。本名は加藤秀文。 身長163センチメートル。愛称は、カトちゃん、ヒデボー、チャーボーなど。父は、ギタリストの平八郎。1943年、東京府東京市世田谷区生まれ、5歳の夏の1ヶ月間だけ、母親、スマコの実家、愛媛県新浜市に住む。ギタリストの父親、平八郎が癌を患ったため、母親、妹と共に、父親の距離、 福島県福島市へ転居し、福島で育った。少年時代には、平泳ぎが得意で、中学生の時の全校水泳大会の自由型では、他の選手が全員クロールの中、加藤だけが平泳ぎだったのにもかかわらず一着になったというエピソードがある。その後は高校に進学するも中退し、おばを頼って上京する。トロンボーン奏者を目指して、 スターダスターズのバンドボーイに着くが、ある日手当ての100円をマネージャーに催促したところ、マネージャーに100円を投げつけられ、この態度に起こった加藤はそのマネージャーとの喧嘩に発展し、首になる。その後、先輩から捨てておいてと頼まれた、ドラムスティックを使い練習、同1961年にドラマーとしてクレイジーウエストにメンバー入りし、中本幸二と出会う。 1962年、イカリア長一と同時期に桜井照夫とザ・ドリフターズのメンバーに加入した。1964年にはドリフ初レギュラー番組、ホイホイミュージックスクールでのカトチャンペのギャグが受け、一躍人気者になる。放送作家の田村隆史によれば、ホイホイの収録で90秒の音楽ギャグのオチが良く、ないと、 みんなでいろいろ考えていたところに、ディレクターの白井宗也が、小野賃が髭つけて、目玉を寄せてぶっ倒れるオチにしようと提案してきたが、小野がこれに拒否的な態度を見せたことで、周囲の穏やかな空気が止まったのを察知した加藤が、それ僕がやりますと自らその役を買って出て演じた、ことから生まれたギャグだった。そして、付け髭の糊が剥がれやすかったために、たびたび日本指で押さえていたものがギャグとして、 通用したと、加藤本人が語っている。1964年、ドリフが分裂し、小野康志らはドリフを脱退して、ドンキーカルテットを結成するが、イカリアと共に、ドリフ残留した。新生ドリフ活動開始直後、当時所属していた、渡辺プロダクションの先輩、花はじめに、芸事で飯を食っていこうとするのなら、水に関わりのある芸名にした方がいい。お前は、 みんなから、か、とちゃんって呼ばれてるんだから、加と茶にしなさいと言われ、加と茶になった。1969年より8時だよ。全員集合にて様々な一発芸をヒットさせ、1970年代前半には、小学生の間でカリスマ的存在になる。この時代のトレードマークは、ハゲ面に、丸メガネにちょびひげであり、後にタレントショップや、 自身のホームページなどで売られるキャラクターグッズもそれらを装着した姿をモチーフにしたものが多い。ちょっとだけよの冷車感や人間関係の縮図をディフォルメした初期のコントや映画においてはお笑いの中心でドリフターズメンバーの中で最も持ちネタやギャグが多かった。特に全員集合で披露したタブーの曲に合わせて踊るちょっとだけよで大ブレイク。同時期に1 二、三、四、やったぜか、とちゃん。ぐるりと回ってうんこちんちんも大人気となった。この頃、加藤は、月人権移候として、志村健を運転手として、諏訪新寺を抱えていた。本人曰く、1974年3月の新井中脱退の際、イカリアは、新メンバーとして、豊岡豊かの加入を考えており、芸能雑誌では、諏訪新寺も候補に上がっていたが、 加藤が、志村を加入させた方がいいと強く主張し、これに、イカリアが折れて志村が、新メンバーに決まった。志村が一躍人気者となった後は、一手にギャグを、受け持つ存在から、志村とのコンビで笑いを生み出す存在へと立ち位置を変化させた。このことが、全員集合の後番組、カットちゃんケンちゃんご機嫌テレビ、加藤&、ケンテレビバスターズへ繋がっていき、加藤と、 シムラは、カ、トちゃん、ケンちゃんと呼ばれるようになった。その反面、往年のギャグを披露することは、あまりなくなった。新生ドリフでは、全員集合終了まで、ソロ活動を行わせなかったと、イカリアは語っているが、加藤は、クレイジーキャッツの植木等と映画で共演していた。なお、イカリアの著書、ダメだこりゃによれば、かつて加藤はドリフをやめようとしたことがあるとのこと。 窮地の中である、小野康氏は、ドリフを脱退して、ドンキーカルテットを結成する際に、加藤を誘ったが、イカリアと前リーダーで、オーナーの桜井照オらの説得で残留した。この頃はプロダクションには所属しておらず、前リーダーの桜井照夫オがオーナーとして関わっており、前室の、お前、どうするんだと説得したのは、桜井とされている。また、 ドンキーカルテット側からも加藤に対し、ドリフに残った方がいいと進言されたとしている。その一方で、小野屋ジャイアント吉田らが正式にドリフを、脱退していないにもかかわらず、まだ活動を始めていない、ドンキーカルテットとしての仕事を取り付けたことに、違和感を感じたことも、ドリフへの残留を決めた動機の一つであるとされている。この頃、クレー射撃は加藤が一番、うまく、 公式大会での優勝記録も多数残している。本人によると、協会からオリンピック代表候補の打診もあったが、ドリフが一番忙しい時期だったので、事務所に行かせてもらえなかったというほどの腕前であった。なおクレイ射撃の住所自免許は、度重なる交通違反による前歴から取り消し処分を受けている。また、協定のファンでもあり、 ボートレース振興会のキャンペーンの冊子にも登場したことがある。また、協定の大レースのプレゼンターを行うこともある。カット券終了後は単独でバラエティ番組に出演する、傍ら、俳優としての活動も行い、主演ドラマ、パパと呼ばせて、では、映画、アパートの鍵貸しますでのジャックレモンを彷彿させる、独身の中年男を講演し、NHK 総合テレビで、 放送の、武蔵坊弁慶では、それまでのイメージを覆す非常にシリアスな役を演じた。また、カ・トチャンバンド、コブチャバンドを弾き、お笑いだけでなく、本来の持ち芸であるミュージシャンとしての活動も活発化させた。はぐれ刑事純情派では、監視機関を演じた。1987年11月に18歳年下の、女性と結婚。 その披露宴の模様は11月21日に、カッとちゃんけんちゃんご機嫌テレビ内で録画中継され、芸能人の結婚披露宴中継では、郷博美、森新一、渡辺徹に次ぐ歴代4位となる36.3%の高視聴率を記録した。その妻とは2003年3月に熟年離婚をしたが、病気療養中の怒りやに心配をかけないようにとの心遣いから、 離婚のことは、イカリアの死後まで公表しなかったという。前妻との間には3人の子供がいる。2004年、イカリアが死去したことに伴い、ドリフサイコさんメンバーとなった。イカリアの葬儀の際にはサイコさんメンバーということで、年長の高木ブーに代わって、長字を読んだ。この中で、加藤は、これから俺たち4人で、ドリフターズ、やっていくよ。長さんが残した。 財産だからね。あ、でもそっちからいきなり、全員集合って言われても、俺たちすぐには行けないからね、と語りかけた。2006年10月30日、微熱と体のだるさが1ヶ月以上続く体調、不良により緊急入院。同年12月のこぶちゃバンド公演も出演中止が決まった。病名は、 スタンフォード A 型大動脈解離だと本人が2006年12月26日の会見で発表、生還を果たしリハビリ中であることを語った。実際の会見では、スタンダード A 型大動脈解離と言い間違えている。この際に彼を看病したのは熟年離婚をした元妻であった。この手術の際の検査により、長年 AB 型だと思っていた血液型が、実際には、 A 型であると判明した。仕事復帰は困難とも言われたが、わずか4ヶ月で、鬼嫁にキーユダナに出演する形で復帰した。2008年には、24時間テレビ、愛は地球を救うの、チャリティーマラソンランナーに内定していたが、スタンフォード A 型大動脈解離の影響により、辞退することとなった。2011年3月1日、フジテレビ、カスペ、枠で、 加藤の芸能生活50年を記念しての特別番組ドリフ大爆笑加藤茶芸能生活50周年が放送された。2011年、長女とほぼ同年代である23歳の女性と68歳にして再婚したことが報じられた。入籍は6月23日で45歳の年齢差。当時、妻の父親は37歳。 母親は44歳だったという。入籍当初は、新妻がマスコミの前に登場することはなかったが、2012年3月1日に、埼玉県越谷市の結婚式場、ベルビーギャザホールザシーンで行われた結婚式と披露宴で、初めて姿を見せた。以来、夫婦でテレビ出演することが増え、2012年12月には、加藤綾菜の名で、 自身がプロデュースするアクセサリー類の通販サイト、PE を立ち上げている。結婚当初妻は、財産目当てなどの冷ややかなヤジを浴び続け、週刊誌などのバッシングを受けていたが、2019年10月10日、放送文の直撃。新創坂上 SP では、パーキンソン症候群と戦う加藤のリハビリを支える、などの献身ぶりが伝えられた。2020年4月1日、 前月29日に、志村が2019新型コロナウイルス感染に伴う肺炎で急性したことを受け、残されたドリフのメンバーと共にフジテレビの追悼特番に出演し、番組内で長寿を述べることが報じられた。内容は、先に成長した怒り屋への長寿を彷彿とさせるものであった。加藤は長寿の中で天国の長さんも、 まさかお前が最初に来るなんて思ってなかっただろうな。びっくりしたと思うよ。長さんの次は高木ブーだと思っていたもんな。と早すぎる死に触れ、5人がそっちに全員集合したら、そっちのお客さんを大爆笑させようぜ。約束だぞと語りかけ、ゆっくりと休んでくれ。大好きな志村よと締めくくった。ここではソロ活動での出演作のみを記述する。 ザドリフターズとしての出演作についてはザドリフターズを参照。ミニアルバムありがとうございます。